願いします。あ、ご紹介ありがとうございます。龍谷大学食と脳の総合研究所で博士研究員をしております鹿島と申します。よろしくお願いします。まずはじめにアンケートの方にご協力ありがとうございました。一応、トータルで90名弱集まりまして、ちょっと結果的に、今からかいつまんで10分程度で結果の方を紹介させていただきます。で、結果の方は以前 NGS のメールリストであるとかツイッター等々で送らせていただきましたリンク先から今も見ることができますので、そちらの方をまたご興味ある方はご覧ください。で、今回一部抜粋になるんですけども、多分ちょっと回答にバイアスがかかっているような気配がすごいしましたので、まあ、参考までで、で、この後のパネルディスカッションあるいはさまざまなスペシャリストの方の発表の、土台になればいいなと思います。で、まず最初に自己紹介で誰だこいつっていう感じがすると思うので、一応、去年に学位を取りまして今2年目のポスドクをしていて、もともと僕バックグラウンドが発生生物学京大のアガタ研というところでプラナリアの幹細胞の研究をしていました。で、一応ウェットの研究者なんですけれども、ちょっと縁があって学部の4回に研究室入った時から実際シーケンサーのデータをやってみないかっていうので眠っていたデータがありまして、その解析をしつつで二足のわらじで学位の方も両方の研究を合わせて出させていただいています。で、それ以外にも、去年の研究第4回の2年前からの第4回研究会とかで分子生物学手法や NGS を使った高校生の研究活動の支援活動とかボランティアでやってまして、最近これやってないんですけども、こんな感じで自分自身が NGS とともに学位を取らせてもらったんで、それを広げていこうなっていうことに興味を持ってやっています。で、今は長野さんのところで野外のトランスクリプトームの研究をしているという形で、バイオインフォマティシャンでありつつウェットの方もっていう立ち位置で今回パネルディスカッションの方にも参加させていただきます。で、僕の発表の方は大きく2つで、アンケートに載っておりまして、共同利用可能な国内の NGS についてのアンケート書、こちらの方は国内で、拠点等々にありまして、ユーザーが使うことができる共同利用可能な NGS の現状、もう一つがユーザー側でどういった解析をされているとか、あるいはどこが困っているのかについてのユーザー視点でのアンケートを今回取らせていただきました。で、まず最初に共同利用とはっていうので、共同利用可能な NGS について今回アンケート取られたんですけども、ウィキペディアに載っておりますと、共同利用とは各種研究機関で大型の観測装置など、つまり高価な装置を各研究室や研究室社が資金を持ち寄って特定のテーマでの利用をするものという定義でウィキペディアに書かれています。で、もう一つ、共同利用共同研究拠点といってアンケートの方でも何施設かこの拠点認定を受けたところからアンケートの回答があったんですけども、こちらの方は、国公立の研究所や施設のうち文科省から認定を受けていまして、この共同利用に対して経費が国から重点的に予算の配分を受けていて、そのおかげで研究者がかなり安価でサポートを受けることができる、こういった共同拠点というものが存在しています。で、今回全部で26施設からアンケートの回答を得られていまして、その中には先ほど紹介しました共同拠点共同研究拠点も含まれますし、それとは関係なく学内のサポートをするような共同機器施設も含まれています。また2団体だけですけども営利団体の方からも回答を得られています。で、まず最初に国内で利用可能な NGS で過去一部と書いているのがこんなに少ないわけがないので一部にしています。実際ハイセックとかは全然数が違うと思うんですけれども、目立っていたのがマイセックが非常に多いなという感じですね。あとはミニオンであるとかネクストセック 4PGM プロトンといったベンチトップタイプがそれなりにやっぱ数があってウェイトを占めているなという感じです。で、おそらくアンケートに漏れている巨大な拠点施設にはハイセック2000、あと3000、4000とか今回は回答がなかったんですけれども、かなりの数の NGS が国内には存在していると考えられます。で、一番気になるのが稼働状況で、僕が昔その NGS に関わりだした頃は大学の方で購入したんですけど、そのまま埃をかぶってしまった NGS っていう噂をちらほらと聞いていて、今現状どうなんだろうというのが一番気になっていたんですけれども、各施設に伺ってみますと基本的にはよく稼働している、あるいはいつも稼働しているっていうか、すごいうまいこと動いているのが大体 70% ほど。なので、埃をかぶっているということはなく、有効的に活用はされているようであるということがアンケートの結果から分かりました。で、
次に、サポートをしている範囲、各共同利用可能な NGS を所有している施設がサポートしている範囲で、NGS を所持しているので 100% シーケンスに関してはサポートされているという回答を得られています。で、意外というか、さすがだなと思ったのは、実験計画のコンサルティングからライブラリー調整、そしてデータが出た後の下流解析まで、ほぼ8割型の施設がサポートをしていまして、純粋にそのシーケンスデータを返すというだけではなく、やはりもう最初から最後までしっかりとサポートをしている。で、これを裏返すとサポートをしないといけない状況になっているのかもしれないという感じです。で、それに関連してにもなるんですけども、そのような NGS、共同利用可能な NGS を持つ施設の悩みについてなんですが、一番大きかったのが維持費になります。僕も正確な額は把握してないんですけど、大体本体価格の1割から2割程度を年間維持費として支払っていると思われますので、かなり、ハイステッククラスになると1000万とか、それぐらいの額を年間消費してサポートを受けているという感じになります。その後、並びまして、バイオインフォマティシャンであるとか、オペレーターといった人間、人員の確保、その予算、また、やはりなというのは NGS の機械的なトラブルというのも非常に悩みとして多いみたいです。それ以外に、解析環境とかサポートに関係するところで、ユーザーとのコミュニケーションや出てきたデータの保存、で次に研究成果の発表の少なさや広報というところに来ています。で実際と共同利用拠点に認定されているのは毎年審査があるらしく、その時に共同利用回数であるとかでは研究成果というのが評価対象になってきますので、多分、支援を受けている共同利用拠点としてはこの研究発表というものも一つ大きなウエイトを占めているのではないかと考えます。で国内の NGS をまだまだ動かせるのかどうかという質問に関しては、基本的には可能が 40%、まだほぼ同数で、人員あるいはお金の支援があればまだ動かせるという結果が得られていて、まだこれが全てを物語っているわけではないと思うんですけれども、まだデータを出すことだけで限れば、まだまだ出せるのではないかなという感じです。で自由記述で、いくつかコメントをいただいて、今回ちょっと、一応ピックアップで紹介したいと思うんですけども、まず一つ目にトラブル時の対応、結果が悪かったときに誰が責任を持つのか、これは特に多分、共同利用拠点としましては、送られてきて、で、サンプルの質が悪かったのか、あるいは機械のトラブルなのか、そこの話ですごい揉めるのであろうなという感じです。で、それに関連して外注との使い分け、最近は外注、この後も何社かパネルディスカッション前に紹介していただくんですけれども、外注の方もかなり値段が下がってきていると思います。なんで共同利用できる学内の NGS だけではなく、あるいは共同拠点の NGS だけではなく、外注も使い分けていってはいいのではないかという意見がありました。で、もう一つは、ちょっと長いんですけど、後ろの方だけ言って、解析サポートのウェイトがやはり大きくなってきている。そこの部分を補えるバイオインフォマティシャン、解析できる人っていうのをどうやって育てていくのか、その食い縁の確保をどうすればいいのか、というところが、共同利用、拠点の共同利用可能な NGS を管理している方からご意見としていただいております。で、この後のユーザーのアンケートでも似たような悩みの方は受けていました。で、次にユーザーアンケートの結果について紹介させていただきます。で、今回、トータルで87名の方にアンケート回答いただいてまして、理学、農学、で、医学とそれぞれ分野の方から回答をいただいています。で NGS を使ってどれくらい経つのかというのがありまして、例えば僕の場合2010年から6年以上のところに入るんですけども、なんか6年以上の方がすごい多いなっていうので、アンケートに回答してくださっている方自身がやっぱり興味を持っている方にベテランの方が多いのではないかなと。でもう一つ意外だったのが3年から4年が結構ウェイトを占めてます。でこの3年から4年っていうのが実際ちょっと NGS の歴史辿ってみます。これが先ほど基調講演とかでも出てたんですけども、メガベースあたりの値段が下がってきて、だいたい12年あたりでこうガクッと下がってきて、先ほどの3年から4年の方はここに位置するんですけれども、シーケンサーとしてはマイセックが2011年に出て、その後2012年でハイセックの上位機種でイオンプロトンなどが出て、やはりここら辺からNGS のアクセシビリティが上がって、結果として使い始めた方が多いのではないかなと。ということが考えられる結果でした。次に、ユーザーの方がどのようなアプリケーションで NGS を使っているのかに関しては、多いのはやはり、
ゲノム配列を解読するホールジェノムシーケンスやラットシーケンスなど、あるいはトランスクリプトーム解析がメジャーどころで、続いて、ほぼ同数でメタゲノムとエピジェネティックのエピゲノムという回答で、やはり、DNS 拡散配列を決定であるとか発現量の比較といったベーシックなものをユーザーさんが多いということが分かりました。で次にデータ解析を実際どうしているのか でこれもちょっと今本当にこの比率なのかどうかは疑ってはいるんですけれども、8割の方が自分でされているという結果で、残りのほぼ 20% の方が共同研究者に依頼という形で、3人の方だけが外注で解析を頼まれているということでした。こちらに関してはまたこの後パネルディスカッションで少し触れられたらいいなと考えています。で NGS のユーザーの悩みとして一番多いのが費用がかかるというと、これはシーケンス自体もですし、ライブラリー調整とかサンプルのプレパレーションで、また解析に関してもパソコンを買ったりであるとか、あるいは外注で頼んだりとか、そういったものでそうですね、8割9割の方の悩みとしてやっぱり費用が高いというところが一般的になったにしろ、まだまだ費用というものが大きくウェイトを占めていることが分かります。で次に多かったのがデータ解析の手法の選定や解析の見せ方で、あと学びの場だった解析に関してはやはり未だ悩みとして強いのだなという感じです。あとは、もろもろこんな感じでいろんな悩みがざっと出ています。でちょっとここの次のスライドが、これは公開されているアンケートではなくてクロス集計したもので、この悩みっていうのがキャリアで変化していくのかというので、始められて使い出されて2年未満の方と5年以上の一応ベテランくくりでどのように変化するのかを調べて割合でグラフ化しているんですけれども、この全体に今出しているところ、サンプル調整であるとかデータ解析の環境確保で、解析にかかる時間の長さとか解析結果の見せ方で、教科書とか学びの場っていうのはやはり時間が経ちますと慣れが出てきて、あるいはもう解析環境もできているしルーチン化してきて、そういったものを悩みに思う方はだいぶ減ってくるというので、時間が解決する問題でもあるのかなという感じです。で一方で費用のウエイトは上がってまして、他のところが解決されたからこそもっともっとシーケンスしてもっともっとやりたいけれども、お金の方がやっぱりいかんともしがたいっていうのでウエイトが上がってきているという感じでした。こちらで最後のスライドになるんですけれども、自由記述としてユーザーの方からの人で、こちらもちょっと一部抜粋で紹介になりますが、ユーザーサイドとしては共同利用の推進、もっと安価あるいはサポートを充実してほしいっていう意見、これは共同利用拠点だけではなく多分国とかも含めてサポート体制をしっかりしてほしいということだと思います。でまた関連して企業への外注費用が安くなればいいという、でこれは解析が自分たちでするのがの困難に対して企業が受け皿になってほしいという気持ち、でこの2つは基本的にやっぱりサポート体制をもっとしっかりしてほしい、あるいはその代替手段を用意してほしいということにつながっていると思います。でこれもまた関係してないんですけど、バイオインマティックスの求人が少ない、でまた待遇が悪いっていうので、なかなか解析関係で残っていけるし、あるいは人を育てるというのがしづらい環境であると感じている方は多いみたいです。そして価格の方がまだ高いので定価を何とかしていただきたいということ、こちらも人材不足に関してはインフォマティシャン、あるいは NGS のオペレーター含めてなのかなという。で、そしてこちらの一番最後のところも、国内で安価にシーケンスしている顧客店があると良いというので、やはり費用を何とかしてほしいという形でした。かいつまんでアンケートの結果を紹介させていただいたんですけど、この後は、企業の方、あるいは共同利用拠点で NGS の実際の運営に関わっている方に、それぞれ5分程度で、それぞれのサービスについて紹介していただきまして、パネルディスカッションの方に移らせていただこうと思います。